おはようございます。今日は15日、10月15日の今7時35分ぐらいです。自転車でちょっと散歩に行ってみたいと思います。ございます。ございます。かわいいカメラ、すごい。シミックカメラ。今ね、惜しかったよ、はい、ここでその小太鼓が、はい、おはようおはよう、ここで今ね、はい、小太鼓が、はい、ちょうど出てって、はい、ここのところでこのパフォーマンスあったかね、はい、僕も小さい頃こう傾くなと思ったけども、はい、その神様にお辞儀してるんだ、はい、でこれここに小さい頃乗ってこの太鼓を叩いて、僕小学校の時これいつになったらやらせてくれるんかな思ってて。おはようございます。はい、どんどん入れました。あー太鼓町、太鼓町。今ね、同じことがここの人たちに配ったら、みんなが小平カフェって言うねんねって言って、みんながそこで反応するわけ。周平さんとかね、小平さん言うたら、もうここのおじいちゃん、おばあちゃんいう名前だから。なんかもう作業はないらしいです。ルースさんいない。ルースさんは向こうで今から撮影をするみたいです。あ、じゃあまあ、はい。お こういうふうにしてこうだ。すごい光が射してくるし、はい、スペースが広くて。
テレ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 はい、ポーズ、OK、ありがとうございます。じゃあなんかそういう怪しい感じで。仕事手前よ。おお、それを左入って。太鼓はそこで小太鼓が今書くからな。大太鼓はそこで今から片付けや。小太鼓ってまだ続くんですかこれから。あそこでちょっとだけ書いてな。はい。でももう書いとるか、あここで言う、あなたはこうそっち向いて書いたらいいから。はい。よし。そっち向いてって左ですか。左。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかマジなんか冗談なんか分からへんそうですね、本当に。